A さんにも七瀬かりんに協力する理由があったのだろう。心を病んで自殺しようと考えていたところを引き止められ、彼女に依存的になったとも。金銭的援助を申し入れられて従ったとも考えられる。かりんちゃんの替え玉として私がマスコミを引きつける。本当にうまくいくかな。すぐバレちゃって目くらましにはなれないかも。大丈夫、ほら完璧よ、心配ないわ。見て、あの工事現場、あそこならマスコミも来ない。打ち合わせるのにちょうどいい。夜に落ち合いましょう。 A さんと出会わなければ七瀬かりんは噂をやり過ごし普通に幸せにもなれたろう。しかし彼女は絶望の底で劇的に人生をやり直せる機会に出会ってしまった。顔は鉄骨でむちゃくちゃに潰れる。これで顔による身元の確認が不可能になる。この状況ならあの謎も説明できるのだ。なぜ七瀬かりんは真正面から鉄骨をかわそうともせずに受けていたのか。それは死体が彼女のものではなく、気を失って倒れているところに鉄骨を浴びせられた別人だったからだ。現場の偽装を終えた七瀬かりんはそこから立ち去る。その後 A さんの身分を使い、過去を気にせず人生をやり直し始めた。ありがとうございました。免許証をお返しします。装いを変えたりする必要はあったろうが、気づかれなくするのは割合簡単だ。度胸あるあの子ならやってのけるだろう。